こんなに綺麗に剥けるんですよ。はい、はい、これですよ、この見事な半熟具合。どうです？はい、どうもジェネリックもいしです。多分怒られますね、これね。今回は味玉、皆さん味玉知りたいですよね。僕が前にやって、すごいバズった15万円ぐらいいったかな、奇跡の白味玉っていうのがあるんですけども、ちょっと漬け汁がちょっとあの普通の味玉はちょっと違うやつなのでやっていきたいんですけども、今回はですね、トロトロの半熟ゆで卵を作るやり方っていうのも同時公開しようと思いますんで、ほんと要チェックや。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、やっていきたいと思います。まずですね、手頃な、鍋にですね、お湯を、沸かしてください。沸騰させます。卵、今回、ね、4個 L サイズ卵を使って、コツがあります。冷蔵庫から出したて使ってください。そうすると外と中の温度差で中の黄身がねトロトロになります。来たる決戦のためにこちらを飲んでいきます。はい、こだわりのレモンサワー、レモンドを飲んでいきます。はい、いただきます。あー、うまいね。楽しみながら料理をしていきます。皆さん楽しみましょうね。料理はね、沸騰してきました。海のね、お玉にね乗せていくんですよ。あの別にこれなくてもいいんですけど、これでこれでね、こうやってね、あの全体濡らしてあげてください。これなんで濡らすかっていうと、これね、濡らさないでそのまんま、この沸騰したお湯に入れると割れちゃうんですよ。濡らすと、この濡らしたところだけ温度が下がって、温度差がね少し緩和されるんですね。だから割れにくくなるんですね。これ僕知らずで、これを静かに、沈めていきます。そのままドボンドボンでやっちゃうと、あの結構ね割れたりするんでね、周りをお湯に慣らしていきます。はい、あんまりね衝撃与えないようにね。こうなったら火はね弱めてください。弱めの中火で大丈夫です。6分半ですね。 L サイズだと6分半、これを加熱していきます。で、6分半待ってる間にこだわりのレモンサワー飲んでいきます。あー、これもう出来上がるまで待たない。はい、できました。はい、ドボンって入れてから6分半ですね。はい、で、こいつを火止めてお湯捨てます。半熟卵って身が柔らかいので剥くの結構大変なんですけど、今剥き方教えます。まず水入れてください。水を何回か取っ換えるんですね。今はですね、結構まだ4月なので、水もまだ冷たいんでいいんですけども、夏場とかだったら氷水とかにつけた方がいいかもしれないです。今はあの水結構冷たいんで大丈夫です。何回も、取り替えて、ここもうすっごい冷たいお水になってます。はい、この状態でですね、まあ、卵ってこれが先端で、ここはあのケツなんですけども、ケツの方をですね、ひび入れるんですね。この部分って空気が溜まってるので剥きやすいんですよ。こんな感じでね、剥いていきます。コツがあるんですけども、水をかけながら剥くんですよ。そうするとこの薄皮の間から水が入って非常にね剥きやすくなるんです。それを知らなかったので半熟卵を全部ぶち壊したんですけども、このやり方をやるようになってから綺麗に剥けるようになりました。薄皮をね意識してね剥いていきます。シャワーの圧はですね、そんなになくて大丈夫です。こんなに綺麗に剥けるんですよ。はい、これを全ての、卵でやっていきます。薄皮と身のね間にね、あの水をね入れ込むような感じで、剥いていくとすっごい綺麗に剥けるんですよ。こんなに綺麗に剥けます。はい、水の中に入れっぱなしでやるのは流れる水圧、水圧でちょっと入り込んでいくから、水の中でやるよりは流しながらやった方がいい。こんな感じですね。どうですか、今日はパーフェクトですよ。これジップロックね、ポンポン入れていってください。はい、で、ここにですね、漬け汁、白だしですね、 50cc に、はい、お水はね 70cc です。はい、この漬け汁でですね、4個か5個ぐらいはいけるかな、これね。できるだけね、空気抜いてください。チッパ閉めます。完全に使ってますね。これで、できれば丸1日、一晩でも結構大丈夫ですけども、丸1日つけてあげてください。そうすると味が非常に入ります。はい、で、これは冷蔵庫で保管していきます。そして1日つけたのはこちらになりますね。はい、3分クッキング方式。うまそうなんですけど、色ね全然ついてないんですよ。僕の白味玉の特徴です。色がね全然つかないんです。でも味はめちゃめちゃついてるんですよ。これはね、あの昨日ね夜中にね、あの仕込んでおきました。はい、はい、切っていきますね。ここね見どころですからね、このね。はい、これですよ、この見事な半熟具合。どうです、奇跡の白味玉完成でございます。早く食わしてくれ。
はい、ということですね。いやいや、来ちゃいましたよ。この明日もいただきたいと思います。このね、半熟具合がね、非常にたまりません。ああ、奇跡的にうまい。これ、ね、白だしと卵の相性っていうのが非常にいいんですよね。この黄身のトロトロ感ですよ。このトロトロ感、もうこれがたまんないんですよね。半熟卵ってね、海外とかであんま食べないらしいんですけど、僕ね、ほんと日本に生まれてよかったなっていうのがね、半熟卵の国っていうところがね。うん、いくらでも飲める。本当に僕のおすすめなんですけども、やっぱり、ね、塩ラーメンに入れてください。なんでかっていうと、白だしってどちらかというと醤油の風味より塩の風味の方が強いんですね。なのでですね、塩ラーメンめっちゃ合うんですよ。なので本当にインスタントとかもいいんで、塩ラーメンにこいつ浮かべてみてご覧なさいな。これね、ほんとたまんないですよ。作業的にはそんなに面倒くさいもんじゃないです。待てばこんな美味しい味玉が食べられるんですよ、皆さん。ニワトリさん、ありがとう。ほんと美味しい。めんつゆとかね、お醤油とかでやるのもすごく美味しいんですけども、これ白だしでつける味玉超うまいんで、これぜひやってみてほしいなっていうふうに思いますね。おつまみでねして食べるんだったら、ラー油とかもねすごく合いますんで、ちょっとピリ辛に食べていただくとか、あと黒胡椒でね少しねスパイスを、入れていただいても、大丈夫です。はい、このままねご飯に乗っけてね崩して食べるのもねめちゃめちゃ美味しいんですよ。ぜひやってほしい。ぜひやってください。はい、ということでですね、今回の動画面白そうだなとかですね、やってみたいなと思った方はぜひ高評価およびチャンネル登録をよろしくよろしくよろしくお願いします。